蘇州駅は中華人民共和国治安水省を蘇州し、住都名池力に位置する中国鉄路を走行し、上海鉄路局及び蘇州軌道交通が管理する駅である。この江戸市間鉄道の乗り場は、島式ホーム1面の両側に、単式ホーム2面を持つ3面6線の共上駅で、通過用の本線2線を持つ。京湖線は、島式、相対式ホーム3面5線の地上駅。 五千橋は、京城駅に繋がっている。今後、コ根井都市間鉄道ホームに隣接した場所に移設される予定である。旧駅舎は、線路の南側にある。中国の歴史的な建築のデザインを取り入れた駅舎で、あるが、急激に増加した列車本数に、待合室の規模等が対応できておらず、2000年代に入ってからは常に混雑していた。旧駅舎の駅前広場は、 蘇州旧市街を取り囲む堀川に面しているため、そのままでは拡張することができず、新駅舎は線路の北側に作られることになった。この新駅舎は近代的なデザインと伝統的なデザインを融合させた建物で、幾何学的な構造に木造建築を思わせるデザインを取り入れている。また、駅舎正面には変額を思わせるデザインの駅名標が掲出されている。 2010年7月1日のコネイト市間鉄道、開業に伴い、新駅舎が使用開始になり、旧駅舎は閉鎖された。ただし、新駅前広場である、蘇州駅北広場は引き続き整備中であったため、カリバスターミナルは駅舎から西へ200メートルのところに作られた。その後2011年7月1日に、北駅前広場は完成した。 今後在来線である稽古線の移設後、旧駅前広場と現稽古線用地をつなげた新しい南駅前広場が整備される予定である。地下にタクシー乗り場がある。なお、旧駅舎は仮囲いで囲まれているものの2010年9月現在取り壊されていない。再開発が行われている。蘇州軌道交通2号線、4号線が乗り入れている。旧駅舎。 ありがとうございます。